ナオチンです。さあ今日からドラクエ10オフラインの第2章完全縛りプレイでやっていきたいと思います。なかなか難しいと思うけども行きましょう。1章ですらね難しかったのよ。これ2章はほんと鬼畜だと思うんだけどね。一番プレイしてるのはこの220時間かもう完全にクリアしたやつですね。で、この64時間、これが縛りプレイで、クリアしたやつになるのかな。 OK、 とりあえずすべて縛りを入れます。この防具装備できないほんときついんだよな。行きましょう。はいはい、ではまずは装備とレベルを調べないとね。あ、レベル2、あ、全部上げた？全部上げてる？あ、ちょっと待って、バトルマスターある。ということは、あ、そうか、縛りプレイでやってたやつを縛りをなくしてバトルマスターを取って全員上げたんだ。あ、そうか。で、その後ダウンロードコンテンツを入れたらば、また縛りを入れれるようになったのね。あ、あ、これならいいんじゃない？いいんじゃない？うん。ちょっと待って。道具はやっぱり、縛りで、まあまあまあ、こんな感じよね。10個とか、それぐらいしか持てないんだよね。はいはいはい。あ、でも結構持ってるね。素材なんかは持ってる。まあ持ってるけども、何も作れないんだけどね。あー、なるほど。アクセサリーも確か装備できなかったよね。だよね。防具も、アクセサリー、あー、もうダメだわ。そうだ。武器だけでいけってことか。いや、きついぞ、これ。まあ、とりあえず進めていきましょう。今、レンジャーみたいなので、変えましょう。遊び人。だよね。もう遊び人一択で、間違いないでしょう。まずは、羅針盤を作るためのアイテムを、集めます。あ、そうか。最初から、遊び人じゃなくていいんだ。そうか、そうか、そうか。技がないもんね。うん。まあ、シャインスコールはあるんだけども、他は特にないので、大丈夫か。いや、でももう最初から、遊び人にしていった方が良さそうだね。うん、そうしよう。OK。で、やっぱ、強えな。強えな。なかなか倒せない。うん。でもまあ、レベル70なので、いけるにはいけるね。よっしゃ、到着です。で、まずは、まずはだね、村に向かわないといけないのか。いやー、このダンジョンもね、懐かしいっすね。ここは何回か来るよね。で、道は全然覚えてない。あー、こいつだったか。朝飯前だ。いける？これ。いける、いけるよね。まだね、技ってあれだよね。ダーマ神殿で覚えるよね。で、レベル上限解放が、確かもう少し先まで行かないと、いや、行けたっけ？レベル上限解放最初にした方がいいっけ？ちょっと全然覚えてないな。まあ、とりあえずこいつは倒しましょう。いけるよね、いけるよね。聞かねえぜ。いや、意外と強えぞ。ダストンでも回復入れてみた方がいいね。うん、ダストンではこれ回復だな。あ、待って、これで攻撃力下げればいいんだ。下がる。あ、下がる下がる下がる。2段階下がってるね。あ、オッケー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 。まあ、あとは押せ押せでいけるんじゃないの？どう？なんかいけそうな気はするけどね。
いやー、危ねえ。はは、危ねえ。主人公がやられたら、そこでもう終わりだからね。そこは覚えとかないといけない。ハッスルダンスしとけば。少しなりとも回復するので、OK です。で、敵の HP 攻撃力が上がってるのよね、確かね。OK、OK、OK。いいね。いいダメージだ。でも全然効いてない。追い風とか意味ないからね。これで防御力も上げていきましょう。でゴールドジャグリングで攻撃して、攻撃力ダウンをとにかく継続していく。うん、いける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 。大丈夫ね、これだ。あー、結構 MP 消費激しいね。激しい。あの、技を覚えてない遊び人はちょっといまいちかなと思ったんだけども、いやいや大丈夫だわ。いけるいける。このまんま進んでいきましょう。しかし HP が高え。おお、そうか、こんなんあったね。こんなんあった。スタンショット効かんよね。おお、嘘。ああ、そう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 、思い出した思い出した、そうだわ。あれね、思い出した。ヒューザでチャージタックルだわ。でもあれもあれか、途中で覚えるやつだったっけ。そうそう、チャージタックルめちゃくちゃ重要だったんだ。いや、あれはダーマ神殿で覚える新しい技だな。オッケー。まあ、とりあえずそこまでは頑張っていきなさいよっていうことですね。あ、黄色になった。ナイス。特に強い攻撃もなさそうだから大丈夫でしょう。いや、効いてない。いや、でも使っていけばそのうちショックになるんで大丈夫ですね。 OK。 おお、今バナナが若干見えたんだけども、そのまま攻撃スタン。効かん、やっぱ、状態以上にする確率が低い。チャージタックルだったらほぼ決まるんだけどね。はいはいはい、おし。でもちっちゃいんだ。やっべえやっべえ。あ、いや、不死鳥天部ある。不死鳥天部で回復する。そう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 、大丈夫だ。決まれ。よし、オッケー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 。シャインスコール、やっぱシャインスコールはね、ほんとね、優秀。ああー、そうか、消費 100% だわ。だからこれ最後に使ったらいいな。ああ、消費100か。そうでした。うん、まあまあ後で使おう。いやいや、いろいろとね、縛りのことを忘れてる。ナイス。まだ悪化にならない。しぶとい。でもう一ターンいけるから、ここでサミダレ打って、で次に不死鳥天部だわ。よし、やべ、フーラもう MP ねえわ。もうないないない、まあ、攻撃で。ああー、杖装備してない。いけ。うんうんうん、まあまあちょっとずつでもね、ダメージを与えて。 OK、
赤になった。もう少しで、ヒューザで不死鳥天武、どうだ。おお、3000。いやでもまだか。 OK、 主人公もなった。もういい、もう通常攻撃や。もう MP が本当にない。 MP マジでないぞ。フローズンバード倒せ。倒しきれない。嘘でしょ。最後しぶとすぎるやろ。ああ、オッケー。はい、ということで一番最初のボスはまあまあ難なく撃破できましたね。でもやっぱりね、 MP 消費が激しすぎるし、敵が強くなりすぎてるので、これ後々厳しくなるかもしれないですね。まあ、とりあえずこれで進めていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。